どうもこんにちは第2人でーすあのね、今ね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ今ね、腹が立ってる。俺、めちゃめちゃ今腹が立っててそ、何が起こったかっていうと、ね、ちょっとね、ここ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 、このさ、あの、あ、いい、ちょいい、いいから、いいから、はい、あいい、いい,、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フォローありがとうございます。これ、これ見て、これから、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 これ、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 これこれ あのー、今左上に、まあ、22時42分って書かれてますよねその下、えー、時計マークがあって、えー、0時00分木曜日って書いてありますよねこれねアラームなんですよね俺でもねアラーム設定した覚えないのアラーム設定した覚えないのになんかアラーム設定してあるしみたいなで あのね。だから、アラームを消したかったわけ。で、だからこの、わざわざこの時計、時計まで行って時計を開くわけじゃん。で、アラームね、アラーム、アラームね。はいや、アラーム設定されてねえ。いいや、設定されてるし。いや、アラーム設定されてません。いや、されてるしって。俺、これを、このさ、木曜日に、 木曜日の深夜にこのピルルルって鳴るやつをさ、俺どうやって止めればいいのねえ。俺どうやって止めりゃいいのこれを。ねえ。俺どうすりゃいいの俺今後どうしていけばいいの俺木曜日にさ、0時0 0分にさ、起こされなきゃいけないの深夜の、深夜の0時に起こされなきゃいけないの最悪なんだけど。で、これ取れないのよ、マジで。 だってアラーム設定されてませんってなんかされてるけどみたいなこっちだってこっちは違うからストップウォッチタイマーとかだから別に使うことないじゃんかここにも書いてあるここにもここにも書いてあるんですけどこの時計のこの時計のところのここにも書いてあるんですけど取れないのよねそうこれを変えるとおかしい変わるいやそんなことないか どういうことマジ見味わかんねえクソクソガキがあんまあはあどこやねんっていうねこのさこのでこのアラーム俺どうやって消したらいいの助けて